ようございます。金子さん、今からどちらに行きますか？今日は、はい、日本一早い紅葉を見に行きます。ほう、紅葉ですね、はい、もう紅葉始まってるもんね、この辺もちょっとね、うん、大雪山系の黒岳、うん、これが日本で一番早く紅葉が始まるところとして有名なんですけども、はいはい、見頃を迎えてるということで今から行きます。今日は9月の26です、うん、今年はちょっと遅いって言ってましたね。あ、そうなの、うん、暑いから、うん、了解しました。はいはい、紅葉見に行くぞ。行きましょう。関北峠な、うん、ぐんぐん標高を上げてきてるな。ねえ、上がってくるに従って色づいてきたな。ああ、8合目まで来ましたよ。8合目来ました。もうだいぶ紅葉してきたよ、ほらあ、9合目、早いね、来る前と。9合目、早っあ、9合目でもう1012メートルもあるんや。ねえ、おお、的にすごい紅葉してるよ。もう雲海橋だって。すごい、雲海がすごいやろな。あっこうすごいな。そうだよ、あそう、一部分がすごいの見えるかな。あ、頂上、ここは頂上、うん、関北峠の頂上を越えました。1050m、あ、上川町入りました。はい、これで道東の旅を終えたということかな長い長い道東の旅をとうとう終えました。ほぼほぼこの夏道東におりました、私たち。道東が素晴らしすぎた。素晴らしすぎたな。あ、こっち雲が厚いけど大丈夫かな。晴れてくれ、頼む。あれ、なんか湖見えたよ。湖見えた？うん、これは何でしょうか、ね、湖かダムか。もうほら完全に紅葉になってる、下のとこ。ほんとな、うん、そこの山なんでしょうか。なんかお山が見えてまいりましたが、ね、いいですね。あ、左曲がったら帯広っていう式で。わー、私たち大好きな帯広。大好きな、1ヶ月いたな。帯広行ってもいいな。帯広行くかも。このまま左曲がって降りて。お。わあ、来ました。来たね。東京すげえ。世界やな。世界。うわー、美しい。え、あれロープウェイ。ロープウェイあれか。すごい、このセコマ見て。あ、セコマ色が違う。色が違うよ。セコマって分かりにくいな。なあ、うわ、多いな。めっちゃ多い。見られるか。なんか人全然おらんかったけど、みんなここに来てたんやこいこいって言ってるよ。こいこいって、あ、あの人そうやった。自転車で案内しよる。すごいすごい。広いけど。わあ、いってらっしゃい。ちょうどロープウェイの出発の地点の真下の駐車場だな。よし、次の便の先頭になりましたね。あのね、うん、リフトとロープウェイのセットが3300円なんやけど、うん、モンベル割引が300円聞いたよ、はいはい。モンベル会員の人はじゃあお得になってるね。ね、今日は天気だけが心配ですね。そうやな。でもすっごい楽しみなあ10分間隔で出てるみたいな。うん、はい、どうぞお進みください。はい、足元に注意くださいませ。ありがとうございます。
わーい、一番前我らの家が黒田家見えた。山頂付近めっちゃ紅葉。展望台に行ってみますか。うん、ともちゃん食堂もあるね。ともちゃん食堂。ああ。おお。すごいやん。はあ。すごい。ちょっと雲かかってるの残念だね。ねえ。うわ、こっち側もすごい。こっちもすごい。おお。ここから登ってきたよな。ギュンと5合目まで来たわけや。行きますか、上に。はい、上まで行きましょう。はい、まあいいや、上に行ってみたら晴れるかもしれん。うん、こう散策路を歩いていってリフトはここだな。もう9月21日早朝に積雪したんだって。そうなんや。ああ、登山の方は十分な装備で登ってください。ヒグマって時速60キロで走れるんやって。 100m は約7秒で走れる。早っ。世界記録保持者でもあっという間に追いつかれます。クマスつけてる人の近くにおろう。ああ。黒岳登山口来ましたよ。アキさん、行きましょうか。行きましょう。あ、無理だわ。無理だわ。今日は私たちは登山はしないんですね。やっぱ無理だわ。リフトで上がるわ。知床のオロンコ岩の悲劇がありましたんで。はい。ちょっと今シーズン北海道の山登りは不安だということで、また体力をつけて来年以降、はい、トライしたいと。今日のところはリフトにしといてやろう。最近さ、ズルばっかりしてるからさ。あれかな、なんか罪悪感感じるやろ。そうやな、登山の人見ると。これ見てめっちゃ綺麗だよ。うわ、これちょうどよくない、時期的に。すごいです。よし。たまにリフト乗るの下手くそな人がいるから気をつけてね。あ、俺めっちゃ下手くそ。すっげー下手くそ。この瞬間が怖いよ。来ました来ました。待ってください。おお。あー、私リフト好きだわ。やっぱり乗れた。これ座面が意外とツルツルした材質だけんさ、滑り落ち。そうで怖い。あとな、こう前にな、こうバーがないんだよね。ああ、そうそうそう。よくスキーとかやったらバーあるけど、むき出しでいつでも降りれる感じになってるよね。落ちんようにな。ロープウェイめっちゃおったのに、うん、リフトはあんまおらんね。違うよ、うちらがいろいろしよったけど、もうみんな行ったんよ。あ、そうなん。そうよ、みんな先行ったんよ。ああ、めっちゃ紅葉してる。してるね。うん。あ、リフトって言ってもそこまで上がらんのやな。あんま高くないよな。高くない。 あれぐらいなら登れそうな感じがする。確かに確かに。うわ、ヒグマまで10m、すぐそこ。ヒグマまで10m。これのこと。10m ってよ。ここにでも現れたらさ、もう手届くよな多分私たちなあ。これ手届くでしょ。手届いて引きずり下ろされるよなあ。え、あっこから頂上まで、うん、すぐ行けそうな感じがするけど、こっから見たら1時間半2時間かからないぐらい。それでもそんなにかかるん、うん、なんかすぐもう30分ぐらいで上がれそうな感じで。うん、行く。じゃあ、いやいや、もうその準備しとらんわ。テロ届くのどこまで来てるんだけどな。なあ、すごい。またやっぱ九州の紅葉とは全然違うな。違いますね。うん、携帯を伝えましてよ。あの、繁忙期は拾いに行きませんって書いちゃった。うわー、見て
黄色の世界。黄色の世界。うわ、綺麗。これが伝わるかな。ちょっと曇ってるからね。めっちゃ綺麗なんだけどね。リフト降り切る？左右に分かれるんだって。上がった。あなた内側ね。外側。せーの、はい、立って右で。あ、こっち？私これ右だったよ。うわー、7号目まで来たよ。黄色の世界、黄色の世界。黒岳カムイ森の道。森の道。こっちを行ってみましょうか。20分。はい。オッケーオッケー。こういうのをな、はい、うん、調子に乗ってな、調子こいて上がりよくとまたおろんこいやみたいになるけな。そうやろ、うん、一歩一歩ね、一歩一歩ゆっくりゆっくり。ふう、気持ちいいな。やっぱねえ、気持ちいいですね、森を歩くのは。うん、久しぶりやな。久しぶり。空気が冷たいねえ。うん、わあ、よっしゃ、おお、いいね。うん、あ、こっからの景色めっちゃいいよなあ。うん、あいにくの天気ですけど、うん、気持ちいいものは気持ちいいですね。気持ちいいのは気持ちいいです。登ってみて雪があったのも良かったやろうな。後悔し始めてるんですか？ちょっとしなかったことを。そうなんですよ、ちょっと後悔し始めてる私がいます。オロンコ岩で敗れた人には無理でしょう。そうだな、体力つけて出直さんと。体力ってさ、すぐなくなるのね、うん、体力作りしてまた来年に挑みましょう。うん、ここは、うん、カムイミンタラ。カムイミンタラね、アイヌ語で神々の遊ぶ庭っていうのやって。ミンタラが遊ぶ庭、カムイが神様やもんな。うん、うわぁ、うわ、すごいよ。すごいね。うん。Another rainy afternoon. I don't know what I'm to do. I just miss you more than anything. It's way too quiet in the house. I'm just wasted on the couch. Cause I don't wanna feel anything. Wish you'd stay. Stay here beside me.This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stay. Stay here right with me. I can't shake that feeling that we say. 眺めたね。うん、紅葉見えたね。え、ちょっと天気に不満はありますけども、うん、満足しました。まあ日本で一番早い紅葉ですから、うん、まだこれから先も紅葉を見ていくチャンスはあるでしょう。そうだね、リフト乗り場まで帰ってきました。帰ってきたね。あー、気持ちよかった。気持ちよかった ね、うん、おー、綺麗やな。この紅葉の中を歩いていくね。ないいね、うん、じゃあリフト乗って降りましょうか。降りましょう。悔いはないですか？悔いはあるよ。悔いはあるけどしゃあないね。悔いは来年以降にお預けしましょう。確かに怖い。左めっちゃ怖いな。怖い。なんで？あ、高度感を感じるけや。感じる感じる。下り怖いな。おお、気持ちいい。落ちそうじゃない？左の高度感すごいわ。綺麗、めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗やな。うん、あー、気持ちいい。気持ちいい。完全に止まりました。あれ、なんか何かあったんかな、これ。あ、リフトで頂上まで連れてってくれればいいのね。ずる。登ったり人にしか見れない景色があるんでしょう。ですね、うん、寂しいですね、もう帰るのが。寂しさはあります。下山しました。下山というか下山したら晴れてきたよ。嘘やろ。嘘やろ。はい、もう
腹空いたね。あ、腹空いた。旭川方面に走りながら、うん、何か食べるものを探しましょう。はい。はい。何も食べてないから腹減った。腹減ったね。はい。はい、上川町来てみました。はい。とりあえず、うん、駅に来てみましたけども、はいはいはい。そして何を食べようか考えながら来たんですけど、ラーメン屋の数異常じゃないですか、ちょっと。異常に多いね。もう至近距離にラーメン屋が乱立してるわけですよ。でちょっと調べたら、うん、なんかラーメン日本一の街だと言われているらしくて、うんうん、ちょっとラーメン食べましょうか。そうやね。でまだちょっと5時になってないんで、うん、どこも5時からみたいなんで、うん、その間にリサーチをして、はいはい、どこが美味しいのか、はい、ちょっと行ってみましょう。そうしましょう。今日はラーメンにしましょう。上川駅なんか新しいね。うん、ちょっと覗いてみますか駅。うん、あ、中はレトロだね。うん、上川町ラーメン日本一の会参加店だって。まあ結構検索しても大体この5件が出てくるよね。そうやな。さあどれにする？どれにしますかね。これでめちゃくちゃ悩んでるよね。どうしますか。どこが美味しいんですか皆さん。教えてください。どこも美味しそうやけどな。どこも美味しそうやったけどね結局。うん、一番有名なのはこの朝日食堂っぽいですね。私たち初めてなんで、うん、朝日食堂さんに行ってみましょうか。朝日にする？朝日に。わかりました。かけましょう。わかりました。はい。あれ？え？開店のお時間になりましたけども、あ、本日は閉店いたしましたって。今日は何曜日？月曜日じゃなくて、ああ今日はもう閉店。閉店待ちだったんだね、これ。したみたいですね。あー、残念。残念です。そっかそっか。はい。それでは、清志食堂さん行ってみましょうか。はい、第二希望のね。はいはい。はい。何を食べましょうか。私はね、ああちょっと食べログで見て、はいはい、醤油が人気そうだったんで、醤油にします。醤油にしますか。はい。じゃあ、俺味噌にしようかな。大変趣がある内装ですね。ラーメン屋にこの個室が面白い。このような個室で、はい、なんかでも不思議と落ち着くよね。わかるわかる。わかるやろ、うん、なんやろこのアットホーム感。高梨沙羅ちゃんのサインみたいなの置いてある。高梨沙羅ちゃん、うん、あ、高梨沙羅ちゃんはここの人なの。あ、ジャンプのやろ、うん、高梨沙羅選手はやっぱここの人らしいです。あとな、うん、原田選手もってスキージャンプの、原田雅彦選手知ってる？知らない。知らない。マジで？あの日本中が大熱狂した。え、ちょっと待って、顔見たらわかると思う。いや絶対知ってると思う。あのめっちゃめちゃこう目の笑ったら目のなくなる人の良さそうな顔の船木、え、船木？船越？え、ね、あれ4人組よ日本の。結構前やろ。うん、スキージャンプの金メダリストよ長野の。あー、わかりました。原田雅彦選手忘れたらダメやろ。わかりました、うん、スキージャンプが盛んなのかね、じゃあこの辺は。あ、すっごい雪降るんやろな、うん、雰囲気めっちゃいいよ。雰囲気いい ね、なんか落ち着くわ、本当落ち着く、本当に、うん、小脇にあるのが謎のポット。これ水なんかな、ひょっとして。ポットだよ、でもちょっとやってみる。水ですね、これは多分。キンキンの水。ポットからキンキンの水、新しいね。はいはい、いきなり使った。ペロッとやればいいです。ここ使わねえな。うん、はい。いただきます。いただきます。見た目似とるよね。うん。野菜が乗ってる方が味噌ラーメンだな。うん。あ、美味しい。醤油。うん、美味しい。味噌ラーメンも美味しい。あ、味噌ラーメン野菜が結構乗ってる。美味しいね。うん、美味しい。確かに麺が優しい感じするね。なんかスープも柔らかくてちょっと柔らかいです。水がやっぱ美味しいんかな。うん、大雪山のいい水使ってるから、やけんこんな柔らかいかもしれない。うん、メンマ結構入ってる。うん、麺も美味しいな。うん、家庭的なラーメンだね。そうやな。めっちゃ濃いとかそんなんじゃなくて、うん、
優しくて本当にしみじみ美味しいラーメン、うんうん、はい、美味しかったですね。美味しかったです。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、それでは道の駅トーマに到着しましたね。道の駅トーマさん、はい、デンスケスイカで有名なトーマですね。はいはいはい、北海道が誇るブランドスイカ。ブランドスイカ食べたいね。食べたことないけど ね食べてみたいものです。ここは結構広いですよ。もうだいぶ旭川寄りのところに来たね。寄り寄り、うん、しかも前にローソンとツルハドラッグがあるから、あ、めちゃくちゃ便利。利便性よしと。利便性はかなりいいですね。今日はこちらで仮眠を取らせていただこうと思いますね。うん、立派な24時間トレーがあります。あ、スイカカラー。スイカ柄やん。石田駅ともスイカカラーです。さすがです。お疲れ様でございました。お疲れ様でした、はい、今日は無事紅葉が見れて良かったですね、はい、まあ、最高の状態ではなかったですけども、うん、良かったんじゃないでしょうか。そうですね、まあ、紅葉はこれからまだ見るチャンスがあるかと思いますので。そうですね、またその時にはね、はいはい、撮影できたらと思います。はい、はい、ということで、はい、次回またチャンネル登録をしてお待ちくださいませ。はい、はい、ではもうそろそろお会いしましょうか。はい、はい、では本日もここまでご視聴くださいましてありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録やグッドボタンで応援していただけると嬉しいです。せーの、ほいたらー、また見てねー、また見てねー。